はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ダイエットをしたいと思っている中学生高校生についての内容となっております。この動画を最後まで見てもらうことで、どうすればねダイエットがうまくできるのかっていうことが分かってきますので、ぜひ最後までご視聴ください。でまずですね、中学生高校生の時のダイエットがうまくいかない場合、ほとんどがですね、まず間食をしてしまっている。例えばジュースも同じです。大体ダイエットってなると、大人がダイエットする場合はですね、まず間食はあまりしません。で、ジュースはできるだけ飲まずに、ほとんど水、もしくは炭酸水でね、過ごすことが多いです。というのも、中学生、高校生と比べて、大人っていうのはあまり動きませんから、余分なカロリーがね、かなりダイエットのね、敵になります。で、中高生っていうのは、やはり学校で動いてたり、部活で動いてると思うんで、まあ、その辺ね、間食とジュース取ってても、まあ、そこまで太りにくいんですけども、でもやはりダイエットするためには、その辺を気をつけてですね、やめなければいけません。例えば間食なんですけども、まあ、アイスクリームとか、お菓子とか、チョコレート、あとは、例えばコンビニでね、唐揚げ買ったり、中華まんとか買ったり、ああいったちょこちょこしたカロリーがですね、結構1ヶ月にトータルしてみると、まあ、ダイエットできてたはずができてなかったという形になってしまいます。で、あとはね、ジュース。このジュースを、やはり中高生の間は、結構取ってしまっていることが多いんですよね。これをしっかり断つだけでも、やはりよく動いてるんで、ダイエットすることができます。で、ジュースっていうのはですね、基本的には、まあ、砂糖水に近くてですね、まあ、大体1本、500ミリの缶、じゃねえ、500ミリのペットボトルが、大体1本、230キロカロリーぐらいあったりします。まあ、例えば、コーラとかね、あとはファンタとか、ああいった感じの分なんかは、もう砂糖の角砂糖で言ったら、だいたい13個とか、もう角砂糖13個とかですよ。そんなのが溶かしてあるジュース、まあ液体になるんで、実際それをね、水と砂糖を食べながらって考えたら、もう気持ち悪いぐらい入ってるわけですよ、砂糖が。それを結構ね、やっぱりスポーツ飲料にしてもそうなんですけども、やっぱり部活の帰りとか、あとは休憩時間とか、そういった時にね、こうちょこちょこ取ることによって、もうカロリーがね、すごいオーバーすることになってしまいます。なので、あの辺、ジュース、間食をまずね、しっかり取らないように、1日3食を目指して頑張ってもらえたらと思います。で、あとはですね、筋トレなんですけども、やっぱり中高生となると、まあ部活でね、もちろん体動かしてると思うんですけども、まあ体育の授業とかもね、動かしてると思うんだけども、それプラスアルファで筋トレっていうのをやってしまうと、基本的に食べちゃいます。というのも、まず成長期にあるっていうのと、あとは学校で体をすでに動かしているっていうことが重なってしまってるんで、もうかなりね、食欲が抑えれなくなってきます。まあ、成長期というだけでも、中学生、高校生っていうのは、しっかり食べたくなりますから、体を大きく成長させたくなるんで、自然と食べちゃいます。そこでさらに筋トレというのをやってしまうと、もう筋トレっていうのはあまりカロリー使いませんから、そこでしっかり食べてしまうと、もう完全にカロリーオーバーとなってしまいます。でもちろんそこがカロリーオーバーしても、体の成長に結構使われるんで、太りにくいことは確かです。だけどそこで一つ問題なのが、体にいいカロリーか、体に悪いカロリーかっていうところがね、かなり重要になってきてまして、例えばですけど、マヨネーズをとにかく飲みまくって、一日1500カロリー取る人と、普通に野菜とか、お米とか買って、魚とか買って、1500キロカロリー取る人。これは全然ね、体のエネルギーに変える過程が全然変わってきます。まあ、マヨネーズがね、すごい体に悪いから取っちゃダメってわけではないんですけども、まあ、マヨネーズとか、あとは菓子パンとか、あんな感じで、一日のカロリーをメインにしてしまうと、体に良くないもの、要は無添加のものじゃないものっていうのは、体のエネルギーにする過程に時間がかかっちゃいます。なので、エネルギーとしてあまり使われにくいっていう形になってきます。なので、カロリーをオーバーしてないはずって思っている人で、痩せないっていう人は、基本的にちょっと体のいいものに、食べ物の選択肢を変えてもらって、今まで通り過ごしてもらったら、それだけでもですね、今までよりももしくはカロリーをオーバーしてても、体にいいものを食べてれば、かなりエネルギーに変えれるんで、その点で言ったら痩せやすくなります。で、あとはその中高生の時っていうのはやはり義務教育ですから、嫌でも行かないといけない。
そこで嫌でも会わないといけない仲の悪い人、仲が悪い先生とか、あとはやりたくもない勉強、宿題とかね、部活とか体育の授業とか、嫌な授業とかね、やっぱりそういうのでストレスをすごく溜めやすいです。でもちろん思春期っていうのはちょっとホルモンバランスもね乱れますから、自分の将来の不安とかいろんなことがね重なってきて、まあ、次受験受かるかなとか、勉強できてるかなとか、いい点取れる、いいテストでねいい点取れるかなとか、いろんなこの不安がありますから、ストレスをねすごい感じやすいです。何でもないことでもね、例えば目に入った生徒をいじめたりとか、それもやはりストレスになってるわけなんですよ。好きじゃない人にちょっかい出したいとか、それも全部ストレスになってしまってるから、そのストレスが抑えられなくっていじめをしてしまったりとかね。もちろんいじめられる側には、ね、悪いことはないんですけども、いじめられる側もストレスが溜まってしまう。でストレスが溜まってしまうと基本的にいろんなことへのストレスがどんどん敏感になってくるんで、ストレスっていうのはもうどんどん雪だるま式になっていきます。これはもう大人になっても一緒です。ストレスを感じやすい人はもうとにかく大人になってもストレスを感じやすい。このストレスを軽減するには2つポイントがあります。まずは質のいい睡眠をとる、まあ、たくさん寝るっていうわけでもないんだけど、やはり適度に寝ることと質のいい睡眠を心がけるっていうと、もう一つはとにかく今の状況に感謝をすることです。この2つがねうまく心がけていけているとストレスを感じにくいです。でやはり大人になってもね、太っている人っていうのはやはりストレスに弱い点がありまして、というのもやはりストレスを感じている時っていうのは頭の中が働いているわけですよね。見てることに対しての不満とか思い通りにならない不満っていうのがストレスと感じてストレスが溜まっていくんで、そういった時っていうのはやはり食べ過ぎてしまう傾向にあります。で美味しいものをね食べている時っていうのはやはり、ああ美味しいな、幸せだなっていうふうに思っちゃうわけなんですよ。嫌いなもの食べてるときはね、もちろんストレスになると思うんだけども、自分の好きなもの食べてるとき、美味しいもの食べてるときっていうのはやはり頭の中がすごく楽になって、もう食べることに夢中になってついつい食べ過ぎてしまっているっていうことになることが多くって、やはり太っているっていう人はストレスに弱いという点が結構あります。なのでここをしっかりダイエットする点で改善していかなければ、まずね痩せることは結構難しいです。食べるのを抑えるっていうのはやっぱりね三大欲求の一つですから、まず難しいです。だからダイエットできない人が多いです。まあ、続かない人がね多いです。でしっかりね食べることを我慢する、それもストレスになるんで、そんなことをしていると続かないです。また例えばダイエットしてもリバウンドしてしまいます。じゃあそうならないためにどうするかっていうと、まずストレスをためないことです。ストレスをためないということは心が整っているので、心が整っているっていう人は食べ物にも感謝しますんで、欲しいから食べる、止まらないから食べるっていうふうに心が乱れません。なのでまずストレスをためない方法っていうのはその2つなんですけども、その1つ、ストレスをためないためにはいい睡眠をとる。今なんかはねスマートフォンでゲームとかやっぱり中高生になってると知っとると思いますし、 YouTube とかね、あとはテレビを遅くまで見たりとか、そういった感じで夜に頭を働かしてしまうと睡眠がまず浅くなります。あとは寝つきが悪くなります。そうなってくるともちろん同じ睡眠時間とってても次の日の朝眠たいとか、ストレスが軽減されてないんで次の日もストレスが溜まりやすい日が来るという形になってしまいます。そうならないためにはまずしっかりお風呂に入ってお風呂に浸かってリラックスをしてください。そこでリラックスをしてお風呂から出ます。そこから1時間もあればですね体の体温って下がってきますから、そのタイミングでお布団に入って寝るぞ。そうすると少しの睡眠時間でもねしっかり睡眠が取れます。しっかり睡眠が取れると成長ホルモンなり筋肉の回復なり頭のね、疲れてるリセットになりますんで、次の日っていうのはねストレスが少し軽減されてます。こういった日を続けていくとストレスが自然とたまらなくなってきますんで、まず睡眠をねしっかり心がけてください。であともう一つ、2個目なんですけども、まず感謝をする。ストレスっていうのは自分が思ってること、そういうのがうまくいかない時に感じてしまいます。あとは例えば何か自分に嫌なことがあったとき、いいことがあったときっていうのはストレスないと思うんですけども、嫌なことがあったときっていうのはやはりストレスに感じてしまう。それを全部ですね
出来事ということに関して感謝をするっていうことはとても大切になってきます。もちろん仲の悪い友達、よく揉める先生、たまに仲良しでも喧嘩をしてしまう、いいテストの点がいい、うまくいかなかった、それも全部ね、自分自身が引き起こしていることなので、例えば嫌な相手がいたとしても、相手は自分のことを嫌とは思ってないかもしれないし、自分が嫌と思ってるだけでストレスを感じてしまう。相手は何とも思ってなかったら相手はストレスを感じてない。それは自分の心の中にあるので、まず心を乱さないこと、ストレスをためないっていうのは心を乱さないってことになります。まず今ある環境、出来事、毎日ある環境、例えば健康な体、また寝れることの幸せ、家がある幸せ、学校に行けることの幸せ、もちろん親がね、お金を出してくれてるんで学校に行けてるわけで、すごい幸せですよ。自分で働いて出すってなったらすごい大変ですから、ご飯も食べさせてもらってることも感謝ですし、とにかくね、感謝をしてください。感謝をすることによってストレスをためなくなる、いじめとかもねしなくなりますし、いじめられること、それもね、もちろんいじめたいっていう人がいるからいじめを受ける人がいるわけなんだけども、いじめを受けることももちろんそれは自分が引き寄せていることなので、話しかけてもらえるだけ感謝です。いじめられてるから嫌だって思う人もいるかもしれないですけど、もちろん、ここはねちょっとまあ人それぞれの考えですけども、誰にも話しかけられないって寂しいですよ、実際。だけど話しかけてくれる、いじめてくる人がいて、もしかしたらすごい仲良しになるかもしれない。学校卒業してまた偶然出会って、あの時はごめんねって分かってくれて、もしかしたらすごい仲良しになるかもしれない。そういったことにもあるんで、しっかりまず感謝をすることっていうのを心がけてください。大人の言葉で言いますと情緒と言います。まあ、感謝するってことはもうまあ一緒なんですけども、情緒というふうにまとめて言います。情緒っていうのはね、今ある状況っていうのを自然に受け止めるっていうことをよく情緒と言います。まあ、情緒、例えば嫌なこともいいこともそれは勝手に自分が判断しているわけで、実はいいことでも悪いことでもないんですよ。自然なことなんです。毎日次の日が来る、当たり前かもしれない、夏が来る、暑い夏が来る、寒い冬が来る、暑い夏は嫌だなとか寒い冬は嫌だな、いいとか悪いとかじゃなくって、それはもう情緒というふうにまとめられます。自然に起きていること、暑くもなく寒くもなく、それはもう自然ですから、それは自分にとっていい悪い、そこは判断しない方が自然でストレスがたまらなくなります。こういった感じでね、ストレスをためない癖っていうのをしっかりつけてもらうことがダイエットにも大切です。今から例えばね、大人になっていく過程で上司が厳しいとか部下にいじめられるとか、まあ、いろんなね、思い通りの会社に入れないとか、いろんなことが今から起きてくると思うんですけども、その中でやはり情緒というのを心の中で受け止めとけば、それは全部あなたが引き寄せていることだし自然なことです。そういった感じでね、ストレスをためないっていうのは、まあ、情緒、まあ、感謝するっていうことをしっかり心がけて、初めのうちはね、もちろん嫌だなとかクソって思っちゃうかもしれないけど、そこですぐ切り替えて、ムカつくクソって思っても、そこで一瞬一呼吸を置いて、これは自然なことだと、これは情緒だと、勝手に自分が判断して嫌だなとかムカつくなっていう判断をしてしまってるだけなので、そこをリセットして、ああ別にそんなにムカつくこともないなと、勝手に起きてることだなと、次の日になって忘れることだなと、1時間もしたらね勝手に忘れることだなと、そういう感じでストレスを受けないようにすぐバスッと切ってください。いじめられること、例えば思い通りにならないこと、その瞬間にそう思った時にバスッとリセットをする、これは情緒だと、情緒ということが身の回りに起きてるっていうことをね、しっかり意識するとストレスが溜まりにくくなります。まあ、タートルはもちろん、ね、そうやって意識してるんで、まあ、基本、まあ、ポジティブであって、まあ、ポジティブも、ね、ネガティブも本当はない方がいいんですけど、自然がいいんで、やっぱりだけども、まあ、やはりすぐ切り替えるように意識をね癖づけてます。なので、まあ、嫌なことが一瞬ねあったとしても、まあ、それは自然に感じてるんで、うん、そうだねっていう感じです。こういった感じで情緒というのを受け入れてもらえたらと思います。まあ、これをね、よくね、僕タートルが読んでる雑誌の中では、雑誌とかまあ本なんですけども、野原にねスミレの花が咲いてましたと。そのスミレの花は紫色で綺麗です。風に揺らいでます。アゲハチョウが飛んで空は快晴、いい景色だなと。そこでスミレを見た時に、一般的な考えでは、あ、紫色でいいスミレが咲いてるなっていうふうに思うんですけども、情緒という見方としては、あ、いいなと、全体に雲
風、スミレ、野原全体を見ていいなって思うことが情緒です。そこにあるスミレというものに集中をして意識をするっていうことは、世の中で起きている出来事、毎日起きている出来事の一個に集中しちゃってるので、そこが思い通りにいかなかったらそれはストレスになるので、大きく見てください。今の野原の点で言うと、咲いてるスミレが紫色で風に揺らいで綺麗だなって思うかもしれないけど、それを見た瞬間に空、風、スミレ、野原いいなっていう風に全体で大きく見る。世の中の一日の出来事もある数時間とかね、数分の出来事だけに意識をするんじゃなくって、一日トータルして24時間ある中で1時間悪いことがあっても23時間いいことがあるわけですから、それはいいことなんです。全体的に、あ、今日も一日良かったなと感じて毎日を過ごしてもらえるとストレスが溜まりにくくなります。といった感じで、今回はですね、ダイエットにおいて中学生高校生がね、なかなかうまくいかないっていうことで、そこで睡眠とストレスっていうのがまず関係していて、そこから食事、間食、ジュースというのについつい走ってしまうっていうことでした。そのまずね、睡眠、ストレス、これはまずね気をつけてください。これが改善されてくると、必ずねダイエットっていうのはうまくいきます。食べ物が少しでも感謝しますし、美味しいものを食べたくっても1日でねいっぱい食べなくってもいいです。また1週間後1ヶ月後食べれるわけですから、今ねもうバクバク食べなくっても少しで感謝して、今日はこれぐらいにしとこうと、そういう気持ちがあればダイエットがうまくいきます。といった感じで今日はねお話でした。最後までね見てもらった方はとてもありがとうございました。長々とありがとうございました。よかったらねコメントもぜひもらえたらと思います。説明欄もねブログ貼ってますんで、よかったらブログの方も遊びに行ってもらえたらと思います。今日は最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.